おはようございます。今日もやってまいりました。8月19日、僕の夏休み、やっていきましょう。今日はなんかイベントがあんのかねえのか、さあ教えてください。まあ今日やることっつったら、ネジを回しに行くのは絶対で、昼の吉田商店になんかあるっつー噂は聞きつけました、豆ちゃんから。さあなんか喋れ。あれ、お蔵の中のものを博物館に寄贈するんだって。まあ物によっちゃ作られた時代が古すぎて、あの蔵でも保管できなくなってたみてえだし、しょうがねえだろうな。なんかいらないもんくれたりするかな。子供の頃あそこでかくれんぼしなかった。ああ、やったね。子供にとっちゃなんだかわかんねえガラクタばっくりだった。確か巻物があったね。あと大きな古い鍵があって、でも何に使うのかわからねえって言ってたな。なんだフラグか。じゃあいただきます。今日はそれを取りに行かないとダメっぽいな。いただきます。わかんねえけど、つうか地図もう一枚どこにあんだ。ごちそうさまでした。さてと、今日から俺忙しくなっから。なになに合宿。それは秘密。お前虫相撲の合宿始める気か。くっそやられた。さあさあ歯を磨きの。大したイベントはなさそう。でも吉田商店昼、多分どうせあのイチャイチャ大人カップルのやつだろうな。よっしゃ、つうか朝風呂できんのかな。できねえんだ。朝風呂もまあまあ好きだけどな俺。さあ吉祥に行って、虫見て、またケツ突き出してるばあちゃんいて、ヨシショウ、虫の木、ネジ、よし。豆色、豆も、おたくさんいんね。この前桟橋のところで智子姫のお母さんに会ったんだ。ああ、真由美のことね。ね、父ちゃん、その時郵便ひげが赤ちゃんができたって言ってたんだ。あれってもしかすると父ちゃんたちのこと。こら、バカなこと言うな。バカ。申し訳ない。お前いくらなんでも失礼だろ。でも真由美たち、まあ、子供は直球だよね。何の話をしてたのかしら。じゃあ赤ちゃんって何のこと。そうだそうだ、やっぱりわからんっていうイベントがありましたよと。なるほど、弱いイベント。豆ちゃんありがとう。さあ出てくれ。もう一匹捕まえないとちょっと虫相撲やばいんよね。なんかいるかな。いやーお参りの成果出ず。あれは奇跡や。ただただ隣ネジを開けたとこにも木の精霊の木があるはずだから大丈夫。ということでネジを回す長い長い旅に行きますか。さ、もうできれば今日開いてほしいんだけど、開かないだろうな。明日ぐらいだろうな。ほーら曲がっちゃった。お僕くん明日だと思ってた。お前ナイス。でもそれ最初からバーン行けよ。最初からよしよしよし、やった、いった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 。何これすっげえ楽しいじゃん。楽しいじゃん。よしよし、最後の地図見つけんぞ。お僕くん、そんな接近してくれることあんの今日。今まででもうったく、お前ったらもう手こずらせて。ちょっと待って、もうちょいこのキャベツをパクっていくとかそういうことしよう。これ持ってったら喜ばれるかもしんないから、夕飯にタンポポとかも積んでこうぜ。うん、なんもないんだ。お、なになになに。お、こんなとこにタイヤが2つ並んでる。どうやら農作業のさなかに腰を下ろして休むとこ。誰がいんのここ。あ、虫、あーよっしゃよっしゃ。うわすごい楽しいんだ。うわなんかありそうなんだ。いや、そして虫がいたから捕まえ、あれもうよっしゃーっしゃー、2匹ぐらい入ったろ今同時に。やったぜ。お、めっちゃ普通のテントウムシとかもいたんだ。期待してなかったことが起きて嬉しい。みうん、全く期待しないの入った。ほらおんぶバッタ。お前ってよくバッタをおんぶしてるおんぶバッタか。わあ出た、
いたいた昔これ、ナッツ2匹同時ゲットだぜ、できたもん。カメノコテント、何これ、こっちテントウムシいっぱいよ、いっぱいじゃん。あ、パッパッパ、待って待って待って、もうちょい楽しませて。この木とかは違うね、やっべ、うわーもう、うわ、あ、なんか景色がいいところに1個あるっていうメモを、いや、それは違うやつかな。丸ボタン連打必須。へえ、運命の分かれ道なんだ。遊ばすね、俺を。さあ、みんなどっち行きたい？シンキングタイム。右ピンピンピン、左ピンピンピン。あ、左？左か。DK！ おー、ゴマだら。すけー。よし、わかった。みんなが左行きたいっていうなら、俺は左行きます。やっぱみんなの声を聞かないとね、実況者たるもの。うっ、来た、あ、みんなありがとう、左って言ってくれてありがとう。これはちょっと変わってるけど、もしかするとカブトやクワガタの木か。やった、試しにこの木を、一発目は絶対クワガタとか出るから。あ、任せろ、安心しろ、安心させろ、俺を安心させろ。やったぜ。いないんだ、いねえんだ。まさかこの木、精霊の木以上にふざけた木か。一発目はなんかいろよ。なあ、なあ。でけえ、いた、なんかいた。すげえでけえのいた。それ取れるか、僕くん、そんなでけえの。俺だったら無理だぞ。顔ぐらいあるだろ、お前の。ちょっと待って。最後にいい虫は、ここで絶対手に入ると思ってきたんだけど。うわ、いねえんだ。マジか。すげえ期待外れ。うわ、すごい、あ、すんごい、あー、すんご、すご、うわ、違うの入った。うわ、くそ、逃がした。うわ、なんか捕まえた。これめくっ、水槽、うわ、やべ、ちょ、やること多いな、今日。チェチェ、何にもいないや。さあさあさあ、うわ、あ、あ、絶対地図あるとこ来たじゃん。必ずあるじゃん、こんなとこ。やったぜ、イエーイ。皆さん、必ず地図ありますんで、あの先っぽに見ててください。いでよ、チーズ。ああ、必ずあります。ん、かなり遠くまで見渡せる場所に出た。これでやっと苦労して遠くまで来た甲斐があったというものだ。なんとなく地球が丸く見える気がする。確かにだけど地図はねえんだ。くそ、俺の経験上こういうとこにあるんだけどな。となるとマジでいよいよ最後の地図の、めちゃくちゃいけるやん。何これ、めちゃくちゃすごいとこ来ちゃったじゃん。怖いんだが、もはや。え、何ある？これ地図？じゃあ、なんだ、ビビらせんなよ。汽笛とかも聞こえちゃう場所なんだ。あれ、あった、絶対、あ、これあった、あ、もう見つけた。うわ、あった、あった、最後の地図あった。うわ、やば、集まった、やば、もうやば。もう、悩む。深い、深いわ。うわ、もう全部集まっちゃった。もう一日でいっぱいやることある。どうしよう。やったぜ、やったぜ、全部集まっちゃった。全部集まったってことは、もう明日からどうすりゃいいの、俺やることこんなたくさんあって。もうあと10日ぐらいしかないんだよ、こっちに入れるの。おお、すげえな。隣島の扉を開けた、かっこいい開け方だった。確かに俺お前を尊敬したもん。最後の地図。したら、さっきの逆サイにも行かないといけないね。超めちゃくちゃいんな。さ、よし。やったぜ！おー、綺麗、ちっちゃい。ジャコウアゲハ。こんなに黒い蝶っていっぱいいたんだ。俺知らなかった。黒アゲハしか知らなかった。もしかしたら、あの時黒アゲハだっつって追いかけてた蝶が、もしかしたら全然違うやつだったかもしれないな。さあ戻ろう。通過一日の時間使いまくりだ、これ。ん？さあ、分かれ道来ました。うわぁ、何このもののけがいそうな。もののけ姫に出てくるでしょ、これ。出てくるでしょ。あの白い首ポクポクしたやついるでしょ、絶対。よろしくね。ミヤマカラスアゲハ。でっか。なんかおっきいのいっぱい。やっ。よっ。これ泳いでも来れるようになったね。はい、オッケー。ただ迷子になりそうだな。
よっ、よし。え、怖っ。こんなのいいの？逃げ出すって、良い子は。うわ、すげえ。何これ、もう。めっちゃ行きたくなってきた、ここ。うわー、すごい。これ積んでいこう。お母さんにたまには。ああ、お母さんにたまにはこういうの、花あげよ、花。大きな橋がある。静かに風が吹いてきて、ちょっぴり気持ちがいい場所だ。最高。あ、もう最、あ、すんごい。最高。なになになに、おお、すごいんだ。みんなで乗れば開くんだ。そういう協力要素もあるんだ。不思議な形の扉だ。一体どうやったら開くのだろう。想像もつかねえ。いや、もう想像つこうぜ。よくあるやつよ。なんか今日が一番なんかすごいテンション上がったわ。さあさあ、じゃああそこから海泳いでみよう。こっから、イエース。ただ俺海で結構迷子になるよ、なるのよね。チャプ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 。うん、よく見る場所や。なんだこれ。あ、看板立ってるぞ。ん？あれ？お、え、なんか違うとこ来たよ。こんなとこあったんだっけ？子供高い採石場。採石場。危険。ここは採石場の跡地です。いろんなものが落ちてるので敷地に入って。やばくね？でもこの看板を読んでるということは、すでにあなたは敷地内に入ってるんですね。ギャフン。子供島採石場管理組合。へえ、なんかあんのかね。特に何もないのかな。さあさあ、何もないね。おっと、登れね。お、これ門消しじゃね。オートバイ上絶対やばいやつ来た。これはかなりかなり珍しい門消しだ。やったぜ。やったね。こいつのための場所かね。そうね、こいつのための場所ね。お参り寺行きたかったけど無理っぽいな。さあ到着。虫を育てましょう。行くぞ主人公カブトムシ。頑張って。いけ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 。これはもう相手にならないよ。あー、負けっぱりだぜ。わー、肌がツヤツヤでかっこいい。もう技出されても全然。いけいけいけ、カブちゃん。岩を防御だよね。なんだ岩を防御って。お前フットボールアワーか。いけいけいけ。いい、はい、ナイス。マメちゃんのやつってメスだよな。あ、違う。あ、マイマイ。これならいけるかも。おさむっぴー。すっげえかわいい名前ですけど。おっと、パワーが強いな。うわ、強いな。いや、カブちゃん。よし、ガブリやった、ガブリやった。いけ、出せ、ナイス。カブとはここぞという時がいっちゃん強い。あれ？負け？よしよし、あ、やっぱ強いでやった方がいいわ、絶対。うわ、で、出たー。俺の方がでかいけどレベルが高すぎる相手は。うわー、負けたくないけど行くしかない。行け、カブトムシ。うわー、レベルがやっぱ違うからパワーが全然違う。その一文字だぜ。なんだそれ。くそ、格の違いを見せつけられた。おぜ、そこだ。うわー、俺のミスや。負けつけたくなかった。10勝までは。行け、押さえ、ナイス。ああ、いい、スタミナ多いとね。ウスバ、おお、なんだそれ。うわー、技一発出そう。やばい、相手技めっちゃ出してくるから。よし、ナイス。あ、
ダメだ、ミヤマちょっと最強すぎる。ええー、なんかひっくり返るとゴキブリ見てたな、ウスバカミキリ。カミキリファ、カミキリハンターのミヤマ番長がいる。うぃ、そんなんじゃ動じません。あ、負けぞ。いけ、やる気出せ。噛みつきだ。怖い、その技。いけそう。やったぜ。ナイス、ぶちかましだべ。よし、番長すぎるマジで。ミヤマを抜けるやついる。やべえ、万次郎って名前にすりゃよかったか、お前。わあ、なでしこか。まあ次どうせ笑顔消えそうだから、こいつもどうせ勝たないといけない相手、ゆくゆくはね。よし、パワーでは、お、パワーで勝ってる。あれ、バカバカバカ、タレ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 、なんだ今のは。パワーで勝ってる。スタミナでは申し分ない。ナイス、超ぶちかましたって。何それ、ミヤちゃん。え、待って、え、怖い、お前の力が。次は俺の番だ。カブとか、いけっか。なんか期待しちゃってる俺がいる。いけ。さっきの強レベチ。あれ、頑張れ頑張れ頑張れ。ちょっと待って、こいつレベチだわ。レベチだわ、パワー。わあ、そっか、最初の突き出せばいける。突き出せ、よし、ナイス、それなら勝てる。技1個出されてもギリ。よし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 。あ、レベル4。弱。わ、空手チョップ。バカ。よしよし、いける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 。空手チョップ。バカ。よし、バカ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 。やる必要ない。よし、ナイス。頑張って。掛け符ってなんだ。出ちゃう。出ちゃう。出ろー、でっか。気持ち悪いぐらいでけんだけど、マジでそれ。スパッと、よし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 。ナイス、右ストレート。ダメだよ。カマストレート。カマキリも新しい技ないのか。なんだ今。ダメだよ。かわいいかわいい、なんか押してる姿めっちゃかわいいぞ。ダメだよ。いけるね、いけるね。うお、ついよそれ。うわ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 、カマキリ逃げた逃げた逃げた。あ、ナイス。頭が良くなっているかもしれん。かまつけを出すために距離を取ったんだ。やれ。なんだ、ノコギリ先輩、勝率2分の1や。ちょうど半々だ。こらえろよ、こら。山嵐。バカバカバカ、それ逆にお前も出てるけど、どっち。ああ、よし、頑張ってね。頑張ってね。他人ご、なんでその他人ごとなの。よしよしよし、いいいい、めっちゃいいめっちゃいい、はい、めっちゃいい。いた、出ちゃう。いけ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 、はい、ナイス。わ、おっさんも体力多いな。勝ってよ。ノコならパワーで勝ってる、いける。はい、ヒップ突き外れ。はい、お前のそのジャンピングなんたらも外れ。わ、踏ん張んな。ダメだよ。ギロチンドロップ。いけいけ、ナイス、ギロチンドロップ。ヒップアタック外れ。ダメだよ。ぶちかまし。ナイスナイス。負けちゃったんだ。ぶちかまし。オッケー、笑顔消えた。私のミョミョミョンがやられちゃった。ミョミョミョン、よかったよ。頑張って育てたのにな。いいか、敵は俺が必ず取ってやるからな。やってみやがれ。ありがとう、太陽君。僕も仇討つよ。おーおー、ジュニアどうした。あんたにできる。信用されてねえけど、一切。シャオラー。さあさあ、もうこれは普通に、ああ、本当はお参りしたかったんだよな、マジで。毎日、うん、おお、今日もいんね。また上手な話すんだよ、キミちゃん。実を言うと、私、床屋は、ん、夏が嫌いだったんです。床屋はどこ行ってもエアコンが入っていて寒いじゃないですか。はぁ、あ、キミコちゃんとちょっと変わってるよね。さあ、そろそろ呼ばれっかな。はい。あ、ばあちゃん喋りかけなせた。
ご飯だぜと。よっしゃ、じゃあ食べよう。いただきます。今日のご飯なんだろう。いただきます。とにかく美味しそう。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。僕、よし、ナイス。島の一番奥のてっぺんで古い地図を見つけたよ。お前集まりました。遠くの海の向こうに見える赤白煙突の工場からもくもくゆっくり白い煙が出てくるところも見えたんだ。おや、あんなに遠いところまで行ったんだ。せやねん、せやねん。危ないじゃないか。まあいいのいいの。いやいいよね、やっぱおじはじいにやらしてくれてるわ。古い地図はこれで全部だ。はい、いい子に育つ。ボクくん、やったね。ありがとう、うん、それで本当に全部なのかよ。どれだよ、そうだよ。見せてごらん。おや、これは隣島のキャベツ畑の隣の空き地だな。原っぱの真ん中に穴が開いてただろう。父上、なんでこんな地図でそんな細かいところまでわかんの？そうだそうだ。それは長年の勘ってやつよ。そこに行けば宝物があるってこと？そういうこと。マジかよ。明日行くか。明日それだね、イベント。よし、じゃあ歯磨き風呂。うわ、キミコちゃん入ってそうな予感がすんな。入ってないね。あれ、俺昼歯磨きしたんだっけ？もう忘れてない俺。お、久々におっさんと風呂。長風呂をすると手足がシャシャなんだろう。子供の頃、年寄りは長風呂でシャシャになるのかと思ってたよ。確かに俺も思ってたかもしれん。いや、思ってないわ。さあさあさあ、太陽くん、姉ちゃんも最近ねえな。そうそう、最近虫相撲の調子どう？虫鍛えてるよ。最近姉ちゃんの影マジ薄いな。さあ、いてくれ。なんか色。平田色。大クワ色。絶対大クワ色。なんかいるか。大クワ色。くそ。いないっすね。まあ、じゃあ、あと、キミコちゃんと姉ちゃんに喋りかけて、もういいかな。お、二人ともいる、ちょうど。夜の海で波の音を聞いていると、なんだか眠たくなってきます。さっき食べたまま少し寝てたんです。はあ、もしかすると私ってうん、めっちゃ変。姉ちゃん、やっぱ姉ちゃんだよ。やっぱ漫画姉ちゃんだわ。いやー、大勢いた親戚帰ったら夜も静かなんですけど、つうかここってこんなに静かだったっけ。僕とキミコちゃんが帰ったらもっと静かだぜ、うん、暇だしペットのたちのとこも行ってやろう。やあやあやあ、今から虫相撲大会の作戦を練ろうと思う。うんうん。というわけで続きは明日だ。お兄ちゃん、それって根気がなさすぎるよ。本当だよ。よっしゃいよっしゃい。なんか買おうかな。210円か、もんけしたけ。ねえおじさん、この店って儲かってる？おっと、そのことだけは聞いちゃいけねえぞ。そうだよな。まあでも田舎だからね。わ、ちょっと待って、田舎のこういう商店街めっちゃ行きたい。さあ、もう親父とかに喋りかけて9時になったから。おいたいた。夜になると海沿いは涼しい風が入ってくるから、都会と比べてかなり過ごしやすいだろう。本当だよ。なんかいい歌流れてる。最近誰かが工具箱をいじった形跡あるんだね。僕なんか知らない？お前なんか持ってっていいぐらいのこと言ってなかった？犯人は俺だけどさ。さあ寝ますか。さあ日記を書いて寝よう。今日は疲れだろう。日記を書いておやすみ。お、あ、そういやあったな、オートバイ城発掘。
お、ミョンミョンミョン勝ったよ。地図ゲットしたよ。おやすみ。ということで8月19日。今日も皆さんお疲れ様でした。また明日、地図の宝物を見つけに行きます。ということでおやすみなさい。